ちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。トレトビット始めていきましょう。今回公式戦2試合ですね。まず高知シマントス、それ見てみると、1つずつ変えていきます。でキーパーもはるかに、これでやってみてどうなるだろう。いいですね。当たった。出した。嘘、先手取られた。マジかよ。不利なまま進んでいったと思ったら、張り水。チャンス、エリカ、あーっとミスをする。なんかおかしいぞ。え、なにこれ。やばいです。嘘だろう、だよ、ほんと。なんかリズムがおかしすぎます。なんかあるのかな、わからん。ちょっと左右交代してみよう。ライフと、ライトとレフト交代。こっちもライトとレフト交代。落ち着け。とにかく落ち着け。いや、嘘だろ？うわ、オフサイド。え？いや、やばいすぎるやろこれ。なんでこうなるんだ？監督、おっと、監督責任に発展。これはストレスたまりますよね。いや、一人ずつ変えただけなんだが。なんだ、何が起こったんだ。嘘だ、何これ。こちらのシュートは全然入らないし、さすがにおかしすぎます。ちょっと緑に交代だ。懲罰交代しないとあかんな。3点差はさすがにでかすぎる。
前半終了です。この交代信じられません。センタリング、あっとバーにも嫌われるか。やることなすこと全部うまくいきません。サイド、流れてしまう。3点のリードは変わりません。お、ニキータいいプレー。ひのりだが相手の守備は固くなっている。相手ボールか。いいとこは全くありません。え、試合終了となってしまいました。ひどい成績だ。ここにキーパー横抜けられてしまったんですね。これはやばいな。完全に運も向いてなかったですよね。で、3点目もあっさり決められてしまいます。エリカ再三シュート決められないんですよね。ディフェンダーは相手ディフェンダーはいないのに、チャンスながらちょっと弱い。国内が2本しかないのか。しかもユーナも怪我。うわ、彩香も怪我、やばすぎるだろう。首位も奪われてしまいました。サイドメンソーレ那覇が首位、リバセ大阪や筑波長野をひたひたと競っている。一応進出 100% ですね。なんか監督が悪いのかなって言われちゃいましたからね。さすがにちょっと深刻。
次はそんなことをないようにしたいところ、筑波田川線です。当然くるみですといいから復活ですよ。見ようかな、人気でしょうということで。絶対有利とは言えない状況だな。強敵筑波田川との相手です。さっきの順位表でも見た通り勝ち点差そんなにないですからね。最悪4位に落ちる危険性もあります。シュート早速入りました。クランカリバーズ先制です。危ない、あー同点決められてしまった。今度は結構サポーターもポジティブですね。スコア長めの破壊力が火を吹いた結果となりました。おっと、ミユキが今毛が多いですからね、気をつけないと。くるみコーナーキックのチャンスを得ました。だが松原が直接タッチキャッチ。おー危ないな。出しちゃダメだ。あとコーナーキックのピーチ。でもだが強力だからな。くるみが、だがまだピンチは続く。おー危ない、相手の方がボールをキープする力が強いな。ノンフィッスルです。前半もまもなく終了となります。1対1のまま前半終了。そして疲れはまどかが溜まっている。クライスも強くなりましたね。クライスに変わってみましょう。縦パス、ちょっと足りない。
あ、危ない。あっと、相手勝ち越された。ここはちょっと疲れが溜まってるな。体力を使い切ります。リズムが悪いよね。おー、ダメだ。相手も交代してきます。高さでも相手がすごいな。ファールです。相手ボールのフリーキック。ダメですね。完全に防がれてしまってます。疲れが溜まっているか。満身創痍ですからね。しかもくるみ、ダメですね。これはクリアされますが、ピッチャーボールのスローインです。残り時間がもうほとんどない。相手に取られてしまった。これは厳しい。さあ、アディショナルタイムは1分だが終わってしまった。申し訳ない。先制したのはクラーカリバーズでした。前半10分、緑のシュートは決まりました。なんでだろう。だが、強引に押し込まれてしまいます。そう、直後でしたね。前半は1対1のまま進みます。これが決勝点となりました。ついてなさすぎだろうな。ガラキになってキーパーの横を越えてしまってる。決定力がとにかくないですよね。入る気がしない。シュートはあの緑の1点だけでしたよね。良いとこがない。いいとこがない。ボール支配率は高いんだが決定力で負けてしまってます。3位に交代です。来ますよ。大阪は負けたからいいものの、とはいえまだ瞑想レナーとは2点差です。まだ支持率は 100% だが、3敗目を喫してしまいました。はい、ということでこの4週間7個も疲れている。何もしない方が良さそうだ。ユーナー引き。本当は特訓したかったんですけど、できないですね。
ユウナってこんな能力低かったっけ。怪我の影響もやっぱ大きいのかな。はい、というわけで3位に落ちてしまいましたね。函館ペンタゴンとのみですね、次回は。で、一周明けて武蔵野放熱と、ローテ的には比較的余裕のある週になります。練習試合をやるかどうかっていうところですね。ジャパンカップ始まる前に英気を養いたいところです。ということで、カルチョビットアーをお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でこうでした。